皆さんこんにちは、ドクター T です。今回はローランドの新しいグルーブボックス MC707、 MC101 をご紹介します。この MC シリーズは特にエレクトロミュージックの制作やパフォーマンスなどに必要な機能を一台に凝縮した新しいグルーブボックスになっています。どなたにでもですね、気軽にエレクトロミュージック始めていただけると思いますので、ぜひ触っていただければと思います。それでは簡単に MC シリーズご紹介したいと思います。はい、それでは MC707 のご紹介を少しずつしていきたいと思います。まず MC707、この中にはですね、工場出荷時にもともと用意されてますプロジェクト楽曲があります。まずはそれを鳴らして楽しんでみるというところから始めていただければと思います。その中から、ヒーローズ、今回はヒーローズという曲名みたいなので、これをちょっとですね、鳴らしてちょっとした楽しみ方をご紹介したいと思うんですけども、まずその前にですね、 MC707 はパートが8つあります。8パートで構成されてますので、8パートを駆使して音楽を作っていくっていうことができるわけなんですね。でさらにその各パートにはと、1つのパートにつき16個までクリップっていうですね、2小節とか4小節とかのループ、例えばですね、ループするフレーズ、音楽の楽器のフレーズっていうものが、クリップっていうものが用意できる箱が16個ありまして、それらをこうつないでいくことで、一つのワンパターンではなくて、展開、音楽の展開を作って、一曲にまとめ上げる、そして、一曲にまとめ上げる、制作する、演奏するっていうふうに楽しんでいく、そういう概念になってます。ということで、じゃあ、それが実際どういうふうになってるかっていうのを、デモ曲、ヒーローズという曲でちょっと聞いてみましょう。スタートボタンを押してみましょう。ということでですね、もうこれだけでも十分かっこいいんですけど、ずっと聞いているっていうのもね、悪くはないんですけども、先ほど申し上げたとおりね、8パートあるわけで、今鳴ってる音楽が8つのパートの組み合わせで鳴っているってことなので、その各パートのボリュームっていうのがこちらのフェーダーで管理されてるわけなんですね。なのでそれぞれ、どういうパートが鳴ってるのか、どういうリズム、どういう音が鳴ってるかっていうのをちょっとチェックしてみましょう。ではまず当然ですけど、1個ずつ、一気に下げてみましょうか。一気にこうフェーダーを下げていけば、当然ですけども全く何もならないわけですね。で、じゃあ1パート目は何が鳴ってるかなっていうので、バスドラとちょっとしたハイハットが鳴ってますね。じゃあ2パート目、スネアがね、じゃあバスドラとスネアっていうのが別々に入ってるんだなね。で、じゃあ3パート目、はい、ちょっと上物のビートですかね。で4パート目、ベースですね、ちょっとバブルベースっぽい感じですかね。シンセサイザーの音も入ってますね。で、このクリップではですね、一旦6と7はお休みみたいなので特に入ってないみたいですね。で8パート目が、はい、というふうにですね、これちょっとラップっぽいといいますか、ボイスデータが入ってます。MC707 はサンプリングやオーディオデータなどで、こういうコーラス系の人間のコーラスみたいな名前と声とかも入れられますので、そのデモがここに入っている状態ですね。はい、これで、各パートがどういう役割を持っているかを把握できたら、とりあえず楽しめるのが、この楽曲、この流れの中で
フェーダーをオンにしたり、オフにしたりして曲の展開を作っていくっていうことができます。じゃあまずドラム、先ほどこの1から3までがドラムっていうのが判明しましたので、このフェーダーを一気に下げてオフにして、また戻します、オンにします。これと同じことがですね、こちらのパッドモードっていうところにミュートっていうものがある。ミュートボタンを押してもらうと、今やったことがここの CDE のこのスイッチでできるようになりますので、これはミュートボタン、パートのオンオフボタンになります。例えばバスドラだけ復活させる、スネアを復活する、で、上物も全部で復活させましょう。はい、なんで、まあ、フェーダーでやってもいいし、ミュートのボタンでやっても、OK ってことですね。はい、まあ、反対に、じゃあシンセとかコーラスをミュートさせて、ドラムのソロにするとかもありですね。といった楽しみ方ができます。続きましてもう一つの楽しみ方、先ほどはフェーダーを使った楽しみ方、まあ、ミュートスイッチですね、楽しみ方だったんですけども、MC707 には1パートに16個の最大16個までのクリップがあるってことだったんで、クリップをこう次々と選ぶことで曲の展開を作っていくっていうのを分かりやすいの一つやってみたいと思います。同じ曲でいきます。本体右側にカーソル、十字カーソルがありますので、これを右をポチポチ押してってもらって、右端に一番右までカーソルを持ってってください。そうしますとですね、まあ、画面にクリップ各パート今1クリップが全部全パートとも1クリップを演奏してますよっていうふうに流れてますので、それを1個下にカーソル持ってきて、じゃあ次2をクリップ2っていうのを鳴らしてみましょう。まあ、できます。エンターボタンを押します。押しますね。ちょっと変わりましたね。次3、エンターボタン。はい。まあ、コーラスが鳴ったんですね。まあ、ちょっとこうメインのバースなのかなみたいな。で今度4。ちょっとブレイク。これだけでもなんかすごい緻密に作り込まれた楽曲のような雰囲気ですよね。ドラムがこう入ってきてみたいな、じわじわ次に盛り上がっていくみたいな勝手な解釈ですけど、6、まあ、といった感じでですね、まあ、せっかくなんで7、8までいきましょうか。ですね、まあ、このようにですねクリップをこう変えていくことで簡単にかっこよく曲の展開を体験していくことができます。さあ続いてですね、もう一つスキャッターっていうのもすごく、初心者の方でもすぐに楽しめると思いますのでご紹介します。はい、右下、本体右下にパッドモードスキャッターっていうのがありますので、それを押します。そうしましたら、ここにパッドがあるわけなんですけど、好きなパッドを押してみてください。そうしましたらもう音がかっこよく変わってきます。
キャスターボタンを押し続けるのもすごく面白い変化。まあ、みたいな感じで、これ結構ね、ハマっちゃうんですよね。キャスター、ぜひ試してみてください。はい、それでは MC707 で即興で曲作り、トラック作りに挑戦してみたいと思います。さあ、果たしてうまくいくでしょうか。ということで、まずはパート1、ドラムの音から入力していこうと思います。今回は2小節のクリップで進めていきたいと思ってます。ですので、ここのメジャーですね、ここ2小節にして進めていきます。で、レック押してもらって、これでですね、そうですね、じゃあまあ分かりやすいように渋打ちいきましょうか。これで2小節分入れます。はい、入りました。じゃあ続いて、じゃあリアルタイムでどんどん重ねていきたいと思います。じゃあ定番ですけど、裏拍にハイハットオープンを入れてみます。で、リアルタイムで入れていく際にクォンタイズかけておくとうまくズレを直してくれますので、おすすめです。こんな感じですね、スネア。はい、ドラムができました。じゃあ続いて次のパートをベースでも入れてみたいですね。はい、ここのサウンドボタンを押してプリセットで実に3000音色以上たっぷりと入ってますので、好きな音本当選んでください。で、カテゴリーごとに音色分かれてますので、例えばシンセベースかなんですね、選んで、じゃあベース入れてみましょう。こんな感じですかね。続いて、違うパート3パート目いきます。また同じようにですね、サウンドで、トーンを選んでいただきまして、次はじゃあピアノ系の音にしましょうか。ピアノ系なんで、せっかくなんでコードを使ってみましょう。コードボタンを押して、でせっかくなんでシフトをしながらコードで、まあ、せっかくなんでね、4和音でメジャー7ぐらいの響きを作っておしゃれにしてみましょう。じゃあ次 G、 次 Am、 マイナーなのでこうですね。ちょっとこれ変じゃない。レックボタンを押して好きなタイミングで演奏します。こんな感じですね。はい、例えばこのピアノの音を後から入れた後から変えることもできますので、
曲ぐらいいきましょう。もう一つじゃあ新生音色何かいいのはないかなと探してみましょう。こういうの入れるといいかもしれないですね。今入れたリード、ちょっとフィルターで音作りしたり、ちょっと揺れを作ったり、できます。で、まあ各パート、例えばエレピにリバーブを深くかけるとかですね、このようにですね、ちょっとしたミックスをリアルタイムにしていくこともできます。ベースの音なんか結構激しく変わります。例えばじゃあドラムの音、やっぱりドラムの音をちょっと変えた方がいいかなとか、そういうのもあると思いますので、そんなのもやっていただきます。
展開を作ってみます。では、このクリップを押します。で、クリップ1と2が分かりましたね。みたいな感じでですね、本当に即興でしたけども、とっても面白いので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、それではもう一つの MC、MC101 ご紹介します。MC101 はご覧の通り、めっちゃくちゃコンパクトです。本当に手のひらサイズ。で、しかもですね、はい、電池駆動ですので、今電池入ってます。よいしょ。はい、こんな感じですね。単三電池4本で動いちゃいます。なので実は MC707 とですね、本当に同等の音源クオリティ、そしてもう中身シーケンサーですよね、本当に性能はね本当にそのままなんですけど、まあ若干ですね、パート数が MC707 は8なんですけど、 MC101 は半分の4とかですね、MC707 は直接、リアパネルに、楽器などをつないでサンプリングっていうのができるんですけど、MC101 は SD カード経由での、オーディオファイルインポートっていうですね、若干そういう違いはありますけど、まあ、MC707 相当の性能がこんなにコンパクトに、しかも電池駆動で楽しめるっていうのはめちゃくちゃ魅力だと思います。はい、早速音をちょっと聞いてみようと思います。ご覧の通りですね、本当にもう MC707 とそんなに変わらないんですけども、この4パートの音量バランスフェーダーがここにありますパート1がドラム、パート2がベース、パート3がシンセフレーズ、パート4がオーディオデータですね、ボーカルパートという風になってます。で、これに対してですね、やはりクリップ1パートにクリップが最大16個まで割り当てることができますので、曲の展開を作っていくことができます。クリップを変えたいパートをここで選びまして、例えばですね、ドラムパート1がドラムなので、これで違うクリップを選んでみます。8のクリップにしてみます。はい、バスドラだけになりましたね。じゃ、例えば次は3パート目のシンセのクリップを変えてみたいと思います。ちょっとミュートしましょうか。まあ、こんな感じでいろいろ変えれるわけですね。ボーカルは、このフレーズとここですね、このフレーズとこのフレーズ、これをですね、クリップでつなぎ合わせて
ちょっとメロディーを作っていくような感じもできますね。はい、そしてですね、このパート一つ一つにエフェクターなどもかけれます。このコントロールつまみで音に変化を加えることができます。ここがレベルですね。ディレイかけたりですね、できます。エフェクトをかけたり、あとはこちらのマルチエフェクターなんかですね、ちょっと遊べますね。みたいな感じでですね、まあなんかついつい没頭してしまいますけどもね、本当にあのエレクトロミュージックの世界に没頭できると言いますか、手のひらサイズで、楽しい音楽の世界に、招待してもらえるという、そういうグルーヴボックスかと思います。 MC101 でした。